こんにちは三橋 TV のお時間ですこの番組は月間三橋会員の皆様のご支援によりお送りしておりますキャスターは私高輝の後三橋貴昭です三橋 TV は三橋貴昭のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたしますはい、えー、三橋経済塾でございますが、えー ゲスト講師に、相田拓司先生をお招きして、第1回が開催されましたので、次回は、次回は、西田昌治先生です。来<あ>れんのかな、本当に。え <laughs> だって、ら財政政策検討本部の本部長だから、かなりお忙しいじゃないですか。はい、あでもなんか、その検討本部のお話とかも聞きたかった。まあ、そのために、あの、お呼びしたんでございますけどね。はい、<laughs> ぜひ、あの、コーさんもご参加されますね。はい、はい。えー、形成資論でございますが、え、これ、リクエストが多かったので、 えー、三橋貴明佐藤賢治「フランス革命と MMT」をンン、ね、前回フランス革命の話ちらっとしましたけど、はい、あのアルミタゴ本当面白いなと思うのがそのフランス革命政府が、えー、教会の財産の購入予約権みたいな感じで、はい、購入する権利ですねそれを、まあっしにやって形の紙幣紙幣と言っちゃいけないんだけど<あ>、まあ、手形というか、まあ、約束証書ですね。はい それをこう発行したと。なんで協会財産をすぐみんな買えなかったかというと、結構協会がいろんなところに借金してて、その債務債権の関係を整理しないと売れないっていう。<ー>要は抵当に入ってたんですよ、協会の土地とかが。する<ー> <laughs> と買えないじゃないですか。はい、じゃあ買う権利だけはここで与えます。みたいなこの足に上がるですね。いつの間にか貨幣として流通しちゃったっていう、<ー>はい、話なんですよ、ね。はい、最後は納税まで認められたから完全な通貨、溶かしたんですけど。で、フランス革命非常に参考になるなと思うんですけどね。あの、 当時フランスはデラシネが多かったと。まあパリなんか特にそうなんですけど。うん、で、彼らを煽ることで、だって国王をギロチンで処刑したんですからね。うん、フランス革命政府は。すごくラディカルじゃないですか。はい、なんでそんなことができるのっていうのはやっぱりそういう基盤があったわけですよ。うんはい、デラシネがと。で、あるいはですね、その、その、その都市に集まんなくても、ふるさとに住めない方々結構多かったんですよ。その方々、何やったでしょうか 何やもちろん、その、あの、フランス、あの、パリの中で、はい、ギロチの周囲でよとかやってた人たちもいるんだけど、うん、多数派の男性は違うんですよ。軍隊に行ったえ、軍隊に行くんですか軍隊に行ったんです。だから、フランス革命戦争であったり、ナポレオン戦争とかで、その、まあ、徴兵、まあ、もちろんね、あの、徴兵に応じたくない人たちいっぱいいたんだけど、それなりの兵士っていうのが集められたし、特にナポレオンの絶頂期っていうのは、その、故郷に住めなくなっちゃったような人たちが、もう喜んで、軍隊に行った。えー 栄光を求めて。ああ、なるほど、はい。まあ悲惨なことになるんですけどね。大体ですね。はい、ちなみにフランス革命によってですね、フランスの人口っていうのは、まあ、革命初期からナポレオンのワーテルローの没落までなんですけど、大体200万人亡くなります、はい、一番ひどかったのがバンデの内政なんですけど。はい、というような状況になっちゃったんですよ。さっき前回のゼラシネの話の続きをすると。で、これ知ってます マズローの欲求段階説っていうのがあるんですね。はい、で、これ、ほん、すべての人間が当てはまるという気はさらさらないんですが、はい、結構まといてるなと、うん、まず人間には、欲求が大体5段階になると。はい、分けると。まず生理的欲求。ご飯食べたい。<ー>水飲みたい。うん、眠りたい。うん、これは最も、その一番基盤の欲求であり、これは誰も逆らえないと。逆らったら死んじゃうからね。で、 これがまあ満たされましたってなったら次に何を求めるかというと安全の欲求あるいは安定の欲求って言ってもいいです、はい、将来は安定的だとか自分はとりあえず安全に生きられるっていうそういうそういうのを求めるコケさんこれ満たされてるぼち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 。将来はない <laughs> とまでは言い切れませんね。でもまあそれはまあ人のね人によっては違うんだろうけど次はあの社会的にちゃんと 属したいという欲求。うん、これはね、一人でもなんとかなるんですよ。いざとなったら。はいはい、要は無人島でフル武装で、それで、あの、しかもなんか天敵がいないような状況だと、とりあえず安全欲求満たされますよね。うん、そ、そんでじゃ人間は済まなくて、やっぱ社会に属したいという欲求。これですよ、だから。うん、これがなくなってるのが、今の日本のそのデラシネ貧困者の方々じゃないかな、っていうふうに思ってるんです、うん、どこにも属してない。はい、とりあえず働いてんだろうけど、うん その会社とかに属してるっていう意識あんのかなとかね。あんまりなさそうですよね。あんまりなさそうですよね。で、これが満たされたら次はもう例の承認欲求ってやつですね。はい、人から認められたいという。うんなんかね、ツイッターとかね、SNS にやっぱこの承認欲求を求めてる人がいっぱいいますけどね。はい、はい。いいねを何個もらったとか、ね、うんいう話ですよね。で、それが終わって初めて自己実現欲求っていう話なんだけど、多分日本国家の将来とかを考えて、 それで、えー、そのために、あの、なんかできることをやろうっていうのは多分ここじゃないかなと私は思うんだけど、<ー>自己実現。はい。自己実現の中、その中に、そのちゃんとした国家を自分の子供や孫のために残したいなっていう、うん、そういう欲求があるんじゃないかなと。だから相当工事だと思うんですよ、ね。はい。はい。で、やっぱりここの辺とか、この辺とか、まあこれはさすがに、もう論外になっちゃうけど、これ満たされてなかったら、この辺りが満たされない状況で、これができるのかなう,、ね、うん なかなか、ほぼ無理な気が。難しい問題だと思いますよ。はい、私はね、だからあれは別に、その、自己実現欲求をちゃんと、みんな、みんなの自己実現欲求をこう、くすぐる形で、日本のために頑張ろうってやる人たちを否定したいわけじゃないです。うん、ただ、現実的な話として、そこの下の部分のね、欲求が満たされない状況だと、もう相当困難なんじゃないかな。と思うわけでございますね。はい、ただし、ここで重要なのはですよ。はい。デの方々は、もう本当に今だけ金だけ自分だけですと。 ということになって、だって安全な欲求も満たされてないし、社会的に属している実感もないよと。とにかく明日のご飯のことしか考えられないよ。という人たちであっても、政治の悪影響は受けちゃうんだよ。っていうのがですね、これが厳しい現実なんですよね。辛いとこですよね。辛いとこですよね。はい。というわけで、えブログでございますね。もう絶対これあの、わざわざブログで取り上げたかったわけですけど、えー、1月6日のエントリー、うん、飲食産業の魂の叫びを聞け、 田たうシェフ、山下晴之氏登場。ということで、えー、三橋 TV にご出演いただいた山下さんのお話をさせていただいたんですよね。はい。で、私、覚えてますかねコロナが始まって、まぁ、2021年の1月ぐらいからコロナ禍が始まった時から、2つのこともね、しっこくしつこく言ってきた。一つは、すべての国民を守りましょう。はい。絶対これ聞いたことがあるはずですよ、私から。うん、はい。なんでかというと、えー、絶対分断してくると思ったからです。う で、なんで分断してくると思ったかというと、財政破綻論だからです。<ー>はい。つまり、禁縮財政です。政府は予算を使いません。予算には限りがあります。という考え方になってると、平時には、まあ、助けてくださいっていう人に対して政治家が、いや、それも君の自己責任だよ。で、切り捨てるし、うんえ、こういう非常事態の際には、いや困ってる人、本当に困ってる人を支援しましょう。とか、矢野工事とか、稲田美み,みたいなことを言い出して、国民の選別をするわけです。うん、で、昨年補正予算組まれましたけど、うん あそこでだから、その、えー、お子さんを持ちの世帯に、お子さん一人当たり10万円を給付しますと。これやるなっていうわけじゃないでしょ。うん、それやっていいんですけどね。やっていいんですよ、と。でも本当に困ってる人ってのは、絶対お子さんいないよね。<ー>はい。だって結婚できてないのも。うん、結婚できてないのも。で、まさにデラシネの方々ですよ。うん、単身世帯の方々ですよ。前回のグラフで言うと。うん、38.1%。まあ、あれが全員若者だって言う気はないんだけども、その相当の方々は、 特に貧困されている単身世帯の方々は見捨てられたでしょう、うん、これが国民選別論です、はい、でこれがあのどうなるかというとつまり見捨てられた方々特に、まあ、見,つ見捨てられた方々っていうのは社会とか政府とかあでも他の,にその層に対する不満を持つわけです、はいはい、でまさにフランス革命の前ってそんな感じそこに火をつけるとそしたっと燃えました燃えて当然ですよ、うん、だって政府から見捨てられて それで生きていくことできないよって時に、いや、あいつらが悪いんだ。一緒に戦おうって言われたら、最後は戦おうと思う。うん、とりあえず最後はジョーカーに、全員ジョーカーになってる、うんはい。ということになっちゃうでしょと。だから、にすべての国民を守りますってのをやりなさいと。もう簡単な話でしょ。要は、企業のあらり益保障しなさいですよね。はい。そしたら、あの、解雇もされないからと。うん、いうことです。で、あの、前回山下さん、あ前ェというか、山下さんが来られた時に、あの、あの非常、まあ、あなるほどなと思ったのが、 技能職ですよね。はい。飲食業の方が特に、うん、あの、調理の方々は。それ、お客さん、まあ、例えば、休業しましたと。すると、えー、お客さん来ないから、料理しない。っていうことになると、どん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 技術衰えちゃうから、はい、私だから、お前、チャンネル桜に出た時言ったけど、とりあえず、あらり保証して、それでみんな一応出社させて、それで料理作って、それで、なんか新メニューの開発とかですね。 はい、技能のアップ向上ととかをやってもらうべきだと、うん、そうしないと供給能力消えちゃうからって言ったんだけども、まあ、まさに同じようなことをおっしゃってたじゃないですか、はい、それをやるべきだったんだけどやらなかったんですね、うん、するとあのどうなるかというと国民側がもちろん不満を持つから当然政府としては国民同士を争わせるというですねまさに帝国主義時代の,あの欧米諸国のやり方ですよあれやってくるって分かってた、ねうん、国,国民の分断と闘争を合うんですよね。 ねえ、今考えても自粛警察とかだああ、ありましたね。はい、あと、協力金ね、飲食店への協力金も、1店舗1日6万円。ああ<ー>。と、あの、二人、例えば、あの、ご主人と奥さんの二人ぐらいでやってるち小さなお店は、全然ペスするんで、ん喜んで休むでしょはい。はい、でこれ従業員何十人もいるようなとこって、そこも6万円ですから、万円です。ってなると、うんそういう大規模な飲食店は、その小規模な飲食店に対して、いや、あれずらく、ずるくね って感じで、でね、攻撃は政府だっていうのがこっちに行っちゃう。<ー>さらには、これも山下さんおっしゃってましたけど、そこまで追い詰められたら、その政府が、だってあれですもんね、その法律に基づいてその、例えばロックダウンの命令が来たわけじゃなくて、休業しないでくださいっていう,こう協力要請なんですよ、ね。はい、そしたら裏切るものが出るよね、当然。で、店開けちゃえと、酒も出しちゃえってやると、めっちゃ儲かるんですよ。はい だって需要は、まあ、需要が増えたわけじゃないんだけど、需要に対して供給が一気に減っちゃったから、うん、そこで店を開けてると、みんな行きますよと。うん、ことことになると、他の店からしてみたら、うん、えって感じで起こるべきは政府なんだけど、店を開けている飲食店に向かっちゃうって形で、こう、分断が進むから、だからダメなんですよっていうのをまず言ってたわけです。だから全員救っ,って、そう。そこに一切の例外設けちゃいけません。部族上だろうがですね、うん、あるいは、あの、ギンダルクラブの星出さんだろうが、もう全員保証、所得保障しろと、うん、いうことを言ったわけですよね。 あの、生活保護受給者の方々でも全員保障してなさい。あの、あの、例えば、給付金配りなさいと言ったんですよ。これが1個目ね。はい。で、2つ目。あ、これはダメだと思ったよね。要は政府と戦わなくてはいけないと。はい、ある意味で。その時に、連携しなさいって言ったわけですよ、私は。なぜならば、その我々の主権って1億分の1しかないから、一、はい、人で意見言っても全く通らないこす。うん、これどんな、あの、なんでしょうね。 そのオピニオンリーダーとかだって一,一人から言われても政治家は、まあまあ、影響力を見て多少考慮するかもしれないんだけど基本的には言うこと聞かないですね。うん、そしたら連携の動きが飲食業界で始まって、はい、それでまあ山下、えー、さんたちが始められた日本の飲食の未来の会を作られてさらにその飲食関係の、えー、団体が連携していって、はい、食団連まで行くとなると。うん それと、まあ、こう、山下さんもおっしゃってましたけど、絶対来ると思ったらやっぱり来てるよね。ああ政治家からのアプローチが来るんですよ。はい、この逆に。今まではこっちから何を言ったってですね、全然聞いてもらえなかったのが、むしろ政治家から何か困ってることありませんかんって来るわけですよ。いやな世界ですよ。はい、でもこれ論理的だよね。合理的と言ってもいいんだけど。ということでございます。この二つを言ってきたわけなんですね。で、えー、これでですね、 もう一つ重要なのが、その、い、あの、さっきの国民全員救いまさ、救いましょうの話の中にあるのは、なんでしょうね。政府って、はい。さすがにコロナ対策をやらないわけにいかないんですよね。うん。でも、財政破綻論に支配されてるってことは、ちょっとしかこう補償とか協力金とかできないじゃないですか。だから何をやるかというと、やったふりをするんですよね。やったふりはい。 で、今回の話で言うと、コロナの問題で言うと、目立って苦境に陥ったのは、もちろん飲食店ですね。はい、あれもなんで、なんで別に飲食がコロナのパンデミックの主因であるっていう、こうエビデンスないんだけど、うん、とりあえずこう、まあスケープゴートですよね。としてやりましたと。で、そこは困,困ってるから、じゃあ協力金って形でやると。はい。いや、その向こう側に、 食品卸売業とか、飲料メーカーとか、農業とか、畜産業とか、漁業とか、そういう方々いっぱいいるんだけど、そこは見捨てられましたって形になっちゃう。これも多分、だからやったふりはするんだけれども、目立つところに手当てをする。これだから、あの、あの、矢野工事の本当に困ってる人に支援すると同じな、発想そえ、が。そうでしょはい。いや、飲食でも困ってるんだけど、その向こう側にいっぱいもっと困ってる人がいますよ、という部分については、どうせ誰もわかんねえだろうみたいな感じで、私は言うけど、 そう手当ですね。まあ後、あとでようやく、ちょっと、あの、協力金みたいなのが出るようになったんですけどね。はい、という形で、こう、日本政府の嫌なところがですね、うん、すげえ見えたんですよ、今回。で、私、最初からに、すべての国民を救いなさいと、連携して戦いましょう、言ってたことから分かるように、予想通りでした。はいうん、なんで予想通りなのか。なんでそれはまあ、財政破綻論だからです。はい。緊縮財政ですと。政府お金使いません。うん、小さな政府ですやってたら、必然的にそうなるんですよね。うん っていうのが分かった今までもそうだったし。今までもそうだったし。より今回顕著に出ました。うん、ここまで国民の分断をやってくるとは思わなかったですね。はい、というわけでですね、やっぱりこの考え方ね。よこれ。結局この中間組織っていうのを我々持たないとダメですよ。本当に。これは別に組合でも、講演会とかでも、業界団体とかでも、企業でも、何でもいいです。とにかく連携して戦うと。 あの、地元の、えなんでしょうね、お友達、同窓会とかね、うん、はいそういう人たちでちゃんとお互いに話し合って、連携して地元の政治家に声出すってことをやらないとですね、ね、山下さんがしつこく強調されてましたけど、一人では全く声が届かなかったと、うん。他の人たちもバラバラで懸命に訴えてたんだけど、全く届かなかった、うん。それが連携すると、向こうからアプローチくるという形でコロッと変わるっていうのがですね、はい、これが民主性なんですよね、うん。 だから、コーケさんは、まさに日本の、その民主性が、もしかしたら、まっとうな、健全な形に戻るんじゃないかという、その過程を今見てる。ですよ。はい。だって連携して戦うの基本ですよ。はい、はい。ところがそういう連携が、まさにこれですけどね。これが邪魔なのが、グローバリズムってやつです。うん、はい。だから、その、農、農、農協関係の、あの、表で当選した、え、国会議員に対して、農業族だとかね。うん あるいは道路建設業協会とかそういうところの票で当選した方々はあ、じゃあ建設族だとか言って、その、まあ、レッテル張りをして、潰すってことをやってきたんだけども、はいうん、そういうところから見直さなくちゃいけないなと。だってね、え要は、農業関係者とか農協の方々が、こう連携して話し合って、自分たちの政治的な欲求を通すために、国会議員誕生させて政府に声を届けるってこれ当たり前でしょ。うん、普通のこと。普通のことですよ。それやるなっていうのをむしろと。 いうことですよ。うん、あるいはその山下さんたちが中心になって作ってる食団連、ね。はい、食団連がパワーを持って、それで飲食業のために政治に声出して、これ当たり前でしょと。うん、やるなっつーのと。で、それやらなかったら、だからスケープゴートにされる。はい、そして出だしねとかしていく。うん。いうのが綺麗なこうストーリーになったんですよ。はい、今回のコロナっていうのは、はい。ね、いろいろ勉強になったでしょう、ね。はい、ちなみに私はあれですよ。あの、共同体うぬんっていうのは、あの、 考え始めたっていうのは、そんなに昔からじゃないんですよね。いつなんですかだから2019年。ですよ。<ー>あの、イギリス行った時ですよ。ああ<ー>。あの時書いてた、ね。<ー>書いてた。あの、自民党の消滅をですね。え何がきっかけで共同体についてくそれね、多分藤井先生ですね。<ー>要は財政破綻って言ってる人たちは、つまり、その、国家という共同体の中の政府の部分しか見てないと。ああ<ー>。はい そこがあの財政黒字か赤字かしか考えられない。他の共同体の人たちは同じ国民だってこう意識がない。いわゆる認識共同体ですよ。はい、はい。ということです。だか,だから、政府が黒字にならなきゃダメだ。他の国民知りませんみたいな財政破綻論を展開できるんだってことを講演でおっしゃってて、うん、あ、なるほどなと。 本来政治家であれば、もちろん政府っていうのもあるんだけど、政府はあくまで日本国家の一部じゃないですか。うん、国家全体のために政府の財政どうするんですかってのを考えなくちゃいけないんだけども、そのここの部分だけに縛られちゃうと、うん、それはまあ企業の経営と同じですよ。うん、企業の経営で赤字を拡大しましょうっていう経営者はいないよね。<laughs> もちろん投資を拡大したら結果的にね、その資金不足。 が拡大するケースあるんだけど、わざわざ我が社は赤字を拡大しますっていうケースは一人もいないと思うんですよね。はい、それで上場企業でそんなことやったら株が暴落しちゃうから。うん、でも政府っていうのは国家という共同体の一部なんだから、ここのぜ全体の,あの幸福とかね、形成催み分かってんだったら、その政府をどう使おうか、財政を黒字にしますか赤字にしますかっていうのは、はい、これ単なるツールに過ぎないでしょという話になるじゃないですか。というのそのあたりからだから共同体っていうのを考え始めて。うん そしたら最終的には、あ、貨幣って共同体がないと成り立たないんだ<ー>はいだって関係じゃないですかね。対策関係だから。はい、関係ってことは一人じゃ成り立たないから、ロビンソン・クルーズは無人島で一人の時は貨幣持ちようがなかったんですね。はい、使いもしないし。使いもしないっすか誕生できないですよ。はい、関係ながら。あそっか、はい。そこにフライデーが来たから、あの貨幣が誕生する可能性が生じるわけです。貸し借りでしょだっはい、貸す、貸す相手の貸される相手、借りる相手がいないといけないから。 とということはあ、なんだ、じゃ結局貨幣の大元も共同体じゃないかとか、うここいろいろ分かってきた、ねはい、面白いです、ね、すす、ね面白いで本当、勉強になりましたけど、ここまでひどいと思わなかった、日本政府、本当。うんはい、ということで、ですねあの、ぜひ皆さん、あの、ま、今日の話であったり、あれはそのコ,ロナ禍のコロナ禍の自分の経験ですよね、はい、いろんな経験、高家さんもされたと思いますけど、うん、これをもう本当にひどい目にわれわれあったんだから、せめてこれ活用して、まともな民主制を取り戻そうじゃないかということで、ま、今年もやっていきたいと思いますので、えー、ぜひともよろしくお願いいたします。 なぜ日本はコロナで苦しむ国民を救わないのかなぜ日本では自国を破壊する政策ばかり行われるのかなぜ先進国の中で唯一成長していないのか実は日本の没落を望む人々が政府の中枢にいるからでした。そのような内容を解説した書籍が日本の没落を望む7人の反日主義者です。こちらの書籍は書店では購入できません。こちらの QR コードまたは概要欄からお買い求めください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。